以前ジャンク品のブルーレイレコーダーから取り出した内蔵光学ドライブ、あれって SATA接続だったけどパソコンで使えたらちょっと良くないですか。だってブルーレイ対応の内蔵光学ドライブって9000円くらいするんですよ。しかも5台もあるんだぜ。ジャンク品の採用、地味な作業とジャンクな動画を最後まで見てね。どうもジャンク鉱山ラボです。以前動画でジャンク品のブルーレイレコーダーから取り出した内蔵光学ドライブ、今日はこれを再利用できるのかやってみたいと思います。このドライブは SATA 接続なんで、まあこれをこのままパソコンで使えるんじゃないのかという発想だ。本体の方は分解してみて資源価値を検証したので初期投資は回収済みだけど、光学ドライブとハードディスクはまだ未検証として残っているので、これらをリユースしてジャンク発掘の楽しさを伝えたいところだ。これは SATA USB 変換ケーブル、以前買ったジャンクセットの中に入ってたやつ。これね、端っこが少し欠けてるんだよね。まあこの辺りがジャンク山に突っ込んだ理由なのかな。これはハードディスクを USB でパソコンにつなげるためのパーツなんだけど、これを接続すれば光学ドライブも認識するのではという甘い考え。どうだろうね、動くかな。まずはパソコンで認識するか確認してみよう。Ubuntu の場合、リスクスを起動すると出てきたりするんだけど、何にも出てこないね。あれ、赤いランプが点灯してる。これが何を意味するかはわかんないけど、多分電力供給が足りないのかな。やっぱりダメだったか。一応別のドライブでも試してみよう。何も起きないね。じゃあこれを使ってみよう。これはハードディスクを USB で接続できる HDD クレードルだ。こっちは電力供給が別にあるからいけるんじゃないかというまた甘い発想。でもいけると思うんだよね。ああ全然ダメだわ。そもそもサイズが合わないね。これそもそもハードディスク用だから。うわどうしよう、いきなりハマった。なんて言いながら本当は余裕です。これは SATA 接続の延長ケーブル、これで延長すればサイズは関係ないっしょ。先っぽ金色だね。これをケースの中にある SATA 接続のコネクターにつければ延長できるはずだという甘い考え。中が暗くて狭いからよくわかんないや。なんとなく感触的に刺さってる感じ。これでいいかな。これはなかなかいいアイデアだ。あとはこの反対側を光学ドライブにつなげばいいはず。今度は AC アダプターから給電されるようになるから電力不足は生じないはずだ。パソコンに接続してディスクスで認識されてるか確認しよう。おお、なんか出た。あれ、ハードディスクで認識してるね。だってこれハードディスク用だもんね。やっぱりダメだったか。それに光学ドライブの動作音が一切ないね。やっぱり USB 接続がいけないのかな。どうしようかな。やっぱり USB 接続は諦めて別のアプローチをしよう。そういえばこのノートパソコンには SATA 接続があったんだ。忘れてたよ。ほら、光学ドライブ用 SATA 変換マウンタがあった。これはもともと光学ドライブベイにハードディスクや SSD を取り付けるためのものなんだけど、ここから SATA 接続が取り出せるよね。初めからこうすればよかったね。
今度こそこれで認識するはずだ。もともと光学ドライブがついていたわけだし、相性もいいはずだよね。これで動くはずだ。あれ、おかしいな。反応しないよ。もしかしてこのドライブ壊れてるのかな。もともとジャンク品だからな。壊れててもわかんないね。これがジャンク品の動作確認が難しいところなんだよね。もともと壊れているから動かないのか、それとも自分の動作確認のやり方が間違っているのか、よくわかんなくなるんだよね。こういう時は他のドライブも試した方がいいんだ。別のに変えてみよう。何も反応しないね。もう一台やってみよう。これはどうだろうね。あや、これ制御基板がないじゃないか。こんなの動くわけないだろ。制御基板振っちゃったのかな。でも動画で最後重さ測ってたから、そんなはずないよな。まあいいや、次これ試してみよう。あれー、動かないよ。うわー、なんでだ、なんでなんだ。一応、もう一度抜き差ししてみる。している。しかもちゃんとブルーレイだって。やったぜ。型式は EDR-L05S1。 表示と合ってるね。では早速再生できるのか試してみよう。で、おい、これとレイを開けるときのスイッチがねえじゃんか。マジか、一体どういう構造なんだ。そういえばレコーダーのフロントパネルに操作用の基板があったって。そんなもん、もうないけどね。そうすると、トレイを開けるのは PC 側から操作する必要があるね。VLC から操作できるはずなので。で、開かないね。なんでだろう。やっぱ壊れてんのかな。その後もターミナルからトレイを開けるコマンドを入力してみたけど無反応だった。調べてみたらやっぱり電力供給のせいっぽい。ブルーレイの光学ドライブには 12V0.7A、 5V1A って書いてあるけど、ノートパソコン用の 2.5 インチは 5V 動作だから 12V が来ていないので、そのせいでドライブが起動しないみたい。でもそれだと中途半端に認識したり、 AC アダプターを使ったクレードルではなんで動かなかったんだろうね。かくなる上はノートパソコンでの動作確認は諦めてデスクトップパソコンでやってみよう。使っていないパソコンがあるから一旦そっちに SSD ごと引っ越そう。Ubuntu PC の場合は GPU がなければそのまま SSD やハードディスクを引っ越してもそのまま起動することが多い。とっても便利な OS だ。ではこちらのデスクトップパソコンで動作確認を続けます。この自作パソコンは CPU が Athlon200G という古い CPU なので、ほとんど使わずにいたパソコンだ。最初からこれ使えばよかったんだけど、普段使っていなかったので、わざわざ持ってくるのが面倒だったんだよね。あと、ここ狭いから、3畳くらいしかないから、デスクトップパソコンは置きたくないんだぜ。これ、さっき取り外したノートパソコンの SSD だ。じゃあ、早速内蔵ドライブを接続するぜ。製造から15年くらい経ってる光学ドライブは果たして使えるのか、それとも資源化されてしまうのか、一体どうなるか。ジャンク品から
発掘されたこの内蔵ドライブの栄光を刮目せよ。そういえば、うちモニターなかったわ。だいぶ前に全部ハードオフに持っていったっけ。なので、このビデオキャプチャーと HDMI ケーブルを接続して、古いタブレットをパソコンモニターの代わりに使うんだ。この白いタブレットはチャレンジパッドだ。メルカリで700円くらいで買ったんだぜ。ちょっと USB の接触が悪いみたい。やっと映った。まずは DVD のトレイを開けよう。 VLC から操作できるはずだ。ちょっと待ってて、パソコンにキーボードをつけるの忘れてた。 VLC はマウスで操作できるけど、もし動かなかったらターミナルからコマンド入力するに必要だ。トレイは無事に開いたね。じゃあ認識確認用の DVD を入れるぜ。ちゃんと認識するかな、どうかな。無事に動いたね。モニターからも認識が確認できた。では他のドライブの動作確認もやってみよう。で、いきなり結論なんだけど、結果はかなり厳しいものだったね。結局、まともに動いたのはさっきの1台だけだった。あと残りのうち、2台はトレイが開いたりして動く挙動はあったんだけど、結局再生できなかった。あと、1台は動画の途中でも言ったけど、制御基板がなくて接続すらできなかった。あれは、多分、制御基板がメインの基板と一体だったのかなと思う。だって、間違えて打ったりしないと思うんだよね。普通、それとも、雑基板と一緒に打っちゃったのかな。謎だ。今映ってるドライブも、構造的に独自のケーブルで、SATA に変換してて、結局その配線が見つかんなかったんだよね。まあ、結構渋い結果だったね。ではせっかくだから、ブルーレイに焼いた自主制作アニメを再生してみるぜ。自主制作の動画を焼いた、ブルーレイのディスクであれば、このまま VLC で再生できるんだぜ。市販のブルーレイディスクについては、ライセンスの関係で、専用のソフトを買う必要があるんだぜ。さあ、ジャンク品のブルーレイレコーダーから取り出した内蔵ドライブでちゃんと再生できるのか。まあ、一応ブルーレイディスクを認識してるから、多分大丈夫だと思うけど、映んなかったら、ここまでやっといて、シャレにならないんだよね。どうかな？大丈夫かな？おお、映ったね。いやー、よかったね。もし1台も映んなかったら、全部分解する分解動画になるとこだったよ。ああ、マジ嬉しいわ。しかし、15年も経ってて、よくまだ使えるよね。これ、確か、パイオニアの製品だけど、パイオニアってもともとオーディオ機器メーカーだけど、カーオーディオとかナビなどの、車載機器も扱っていて、車載機って、分解するとわかるんだけど、耐久性が一般的な家電のパーツと、違ったりするんだよね。車載環境って、衝撃もあるし、温度も夏場なんかめちゃくちゃ暑いしね。なので、パイオニア製は、一般の家電向けでも、耐久性が高いんかもしれないよね。で、せっかくなので、今回使用した内蔵ドライブを、
実際にデスクトップパソコンの5インチベイに搭載してみて、外観の様子を撮影してみたぜ。一応サイズは5インチベイに合っているんだけど、ベゼル周りの構造が取り外したレコーダー専用の作りになっているので、ちょっと収まりが悪いよね。まあ、別に普通に使えるんだけどね。あと、トレイを開けるスイッチがないのは、人によって意見の分かれるとこだね。でも、今回は、ジャンク品から取り出したパーツの再利用がテーマなので、自分としては、非常に満足のいく結果になったんだぜ。では、最後に、残念ながら動かなかった内蔵ドライブを、分解する様子を見ながら、今回の動画は終了となります。分解して分かったんだけど、やっぱりプラスチックの外装の方は、新しいのか、コスト削減モデルなのか、金属で覆われているドライブと全然構造が違ったね。特に、制御基板やチップの大きさが違ったので、都市鉱山的に見ると、やはり金属で覆われたケースの内蔵ドライブの方が価値があると考えられる。あと、動画でさっき再生した自主制作アニメは、過去の動画にあるので、もし興味があったら、見てね。一応動画の概要欄に過去動画のリンクを貼っておきます。何回か、ああいうの作ってみたんだよね。誰も見ないけどね。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。